スイスではチューリヒの牧師ズビングリが宗教改革運動を始めましたが、志半ばで創生しました。それを受けて登場したのが人文主義者のカルバンです。カルバンは1536年にバーゼルでキリスト教公用を出版し、ジュネーブで宗教改革を実践しました。カルバンの考え方は予定説と呼ばれます。イギリスでは宗教改革は国王ヘンリー8世の離婚問題という政治的事情から始まりました。もともとヘンリー8世はローマ教会に好意的で、ルターを論破する書物を著したこともあり、信仰の保護者と呼ばれていました。ところが離婚問題をきっかけに教皇との関係は悪化します。離婚を認めない教皇に対し、国王ヘンリー8世はキャサリンとの離婚、そしてアンブーリンとの再婚を強行したため、ローマ教皇によって破門されました。これにより、国王と教皇との対立は決定的なものとなります。ヘンリー8世は、1534年、自らがイギリス国内の教会の最高権威である、とする主張法を出し、イギリス国教会を創設しました。